こんにちは、ビビママです。お家で赤ちゃんと過ごすとき何しようかなと迷う方もいるかもしれません。そんな時に赤ちゃんにマッサージをしながらコミュニケーションの時間をとってみてはいかがでしょうか。もしかすると朝起きてとか寝る前にもやってるよっていう方もいるかもしれません。ベビーマッサージと検索すると生後何ヶ月からだとか、こういうオイルを使うんですとか、いやいや服の上からやるんですとか、流派があるのか、調べれば調べるほど、そして私自身も体験すれば体験するほど分からなくなってしまいました。究極のところ赤ちゃんとのコミュニケーションじゃないのかなと感じています。私の紹介するベビーマッサージはこれをしたからこんな効果がありますよというような医療的な専門マッサージではなくて、赤ちゃんとコミュニケーションを取る時間にしようかなと思っています。ただし予防接種をした直後とか、熱があって調子が悪そうな時とか、ミルクを飲んだ直後はやめた方がいいかなと思います。お子さんの様子や体調を見ながら進めていってください。1歳前後の赤ちゃんはもう動きたくて仕方なくって、なかなかゆったりとしたマッサージができないかもしれません。無理して追っかけて寝かせてっていう風にしなくていいと思うので、オーナーがかかっている間はなでなでするよとか、遠くの方に逃げていってもママは見てるからねって言って見つめるとか、それだけでもいいかなと思います。この音楽がかかるとママは自分のことを見てくれてる、そんなコミュニケーションの時間になればいいと思います。まさに私のマイベビちゃんも今動きたい盛りで、昔のようにまったりとしたマッサージができなくなってしまったんですが、この動画を撮るためにぬいぐるみを使ってマッサージをしていると、やってやってっていう風に近づいてきたんですね。後半の方にその様子もちょっと載せているので、もしよかったら最後まで見てください。今日紹介するベビーマッサージはパプリカのオルゴールバージョンを作ったので、音楽に乗せてゆったりとしたマッサージをする様子を紹介したいと思います。スピード、マッサージのスピードとか強さなどはお子さんの様子を見ながら進めてください。基本的には風船が割れないように優しく優しくなでるイメージで行ってください。音楽だけ聞きたいなという方は説明欄に音楽のところに飛べるように頑張ってみますので、そこから飛んでください。それでは始めてみたいと思います。まずはママの手をしっかりと温めて、赤ちゃんの顔を優しく撫でてあげてください。始まるよの合図になります。次に胸から指先に向かって撫でていきます。手のひらを優しく包んで、指先をギュッギュッポン。次は首から足先へと撫でていきます。足の裏を優しく包んで、指先も軽くギュッギュッポン。足の外側から内側に向かってリンパを流します。内側から外側にも流していきます。左右繰り返します。おへその周りをのの字を書くようにさすっていきます。便秘の解消にもなります。次はおへその周りをのの字でキュッキュッキュッとそっと押していきます。速さや強さはお子さんの様子を見ながら行ってください。耳から鎖骨へとリンパを流していきます。最後は頭から足先まで小刻みにさすっていきます。くすぐったくて笑うかもしれません。次は足先から頭の方へとこちょ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 
としていってみてください。こちょこちょすると血流が促進されるようです。最後に終わりのチュッ。